ですか？高根沢中央病院と申します。あ、はい、どうも。先ほどお電話いただけた方ですか？はい、そうです。今、院長に変わりますので、はい、そのままでお待ちいただけますか？もし、あ、もしもし。もしもし、お電話変わりました。あ、青木さんですかね。はい。申します。はじめまして。はじめまして。私の母がそちらで、患者として、何回か。あ、そうなんですか。はい。はい、でその関係で片岡施設長が施設長になられてる片岡さんが施設長になられてる介護施設の患者としてそちらに患者として行ってたんですね。ごめんなさい、こちらの病院にかかりつけの片岡さんが他で介護施設老健の施設をされてるんで、はいはい、宇郷田城です。はい。そちらの関係で、片岡さんのおつながりで、そちらに何度か、母が患者として出向いたことがある。元々は宇郷田城の施設に入っておられてて、はい。で、そちらから、こちらに受診してたっていうことなんですか？そうです。何回か。はい。単発で、受診されてたということなんですが。ああ、そうですか。で、それにあたって、今回ですね、確認させていただきたいのは、はい。ネットで調べたら、はい、片岡さんの名前は出てくるんですけど、はい、病院長で出てくるところがあったもんですから、はい、これ病院長じゃないですよ。病院長なんですか？片岡がですか？はい。いや、病院長ではないです。まあ、普通のじゃ単なる勤務医の内科医。そうです。っていうことでよろしいんですかね？はい。あ、わただですね、はい、一応理事長っていうふうな形にはなってるんですけど。あ、そうなんですか？それはもうだいぶ前から。そうですね。ただやってる内容としては、はい。勤務医というふうなこと。週2日ぐらいのってことですね。毎週火曜日と、はい。それから、土曜日が隔週っていうのはお聞きしたんですけど。第1と第3の土曜日ですね。あ、なるほど、なるほど。はいはい。でも理事長に名前がつながってるってことなんですね。そうですね。で、介護施設、老健から追い出されるときに、そちらにもご相談させていただいたんですよ。はあ。で、その時はまだ、高根沢中央病院さんがそういう、長期療養、はい、受け入れ、今でもされてるのかわからないですけど、ええ、そういうのされてるっていうことも聞いてたもんですから、ええ、結局、宇郷田城で介護事件、事故があって、障害者にされた人間をこの施設長が追い出したんですよ。はあ。で、それにあたって、大物の栃木県弁護士会の元副会長の弁護士を弁護士に立てて、暴言、威嚇暴言、侮辱発言して、介護施設を決まってないのに追い出したと。はい、で、その案件が今回、弁護士会で議決が出て、懲戒処分にされたんですよ。弁護士が。はい、で、そうなった時に、じゃあこれを依頼したのはどなたですかってなった時に、もちろん、宇郷田城の名前は出ますし、あそこの理事長さん、長田、なんだっけ、なんとか源氏さん。松田源氏さん。松田源氏さんと、施設長は施設長として、全部対応してたわけなんで、この方の名前も出ると。プラス、この片岡さんが、服用一覧、処方した一覧が、まあ、追い出されるときに提出されたんですけど、はい、今、ドラッグロックの疑いが出てるんですよ。はあ、で、ソレントミンって薬、お分かりになりますかね？はい。ソレントミン。トレントミン。あ、ソレントミン。ソレントミン。はい、向精神薬の。ああ、その辺はちょっと私は、名前は聞いたことありますけど。で、その薬を、まあ、メーカーとかが出してる服用には全然当たらない服用のさせ方をしていてて、今薬剤師会とか他でもちょっと当たってるんですけど、もしかすると、高齢者虐待、ドラッグロック、まあ、薬の出の拘束ですよね。それに当たる案件が出てきてるもんですから、これから名前が出るにあたって、高根沢中病院に、関係ないんであれば、名前出したんで申し訳ないんで、確認のためにお電話させていただいたんですけど。ああ、そうですか。はい。一応アルバイトで、もともとこちらにいた方で、はい。もともとは非常勤じゃなくて、もうフルで出てたんですか？昔はそうですね。あ、そうなんですね。はい。それで、そちらの、なんて介護施設。スタジオさん。はいはい。そちらに、勤務することになって、はい、ただ何人か患者さんがかかっておられる方がいたので、はいはい、それで
残ってバイアルバイトというふうな形で、なるほど、非常勤というふうな形でこちらには、はい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 、もう私の母がもう、追い出されてから2年、その前からだともう5年ぐらい、その前5年ぐらい前からそちらには勤めてたんですよね。そうですね、そうですよね、はいはい、わかりました。ですからもしかするとマスコミとかに出る可能性がありますので。あ、そうですか。はい、プラス、今これから医師会、栃木県の医師会の方に、苦情申し立て立てますので、それにあたって医師会からの紹介がかかったりっていうこともありえるんで、はい、その対応だけすいませんけど高根沢中央病院さんの方でご対応いただければ。そうですか。今ちょっと午後はですね、はい、病院の方が休止になって、はいはい、聞いております、はいはい、それで、ちょっと事務方の方も留守なので、はい、もし可能でしたらですね、はい、もう一度その辺の経緯をうちの病院がやっぱりちょっと出ちゃうのは、まあ、彼はアルバイトって言っちゃ変ですけど、ただ理事長ですよね、はい、これは無理ですよ。だって私の母患者になってたんですもん。はあ、はあ、ですからその辺は一回、もう一回片岡さんとお話ししてください。はい、でうちは結局介護施設を追い出されて、弁護士にこれから懲戒処分で名前出る人間は、はい、まあ大物立てたんですよ。栃木県で足利事件ありますよね。足利冤罪事件の足利事件の栃木県側の担当弁護士立てちゃったんですよ。そしたらマスコミ取り上げるじゃないですか。それだけの大物を介護事件事故で立てたんですもん。それが懲戒処分されたってことで、今回取り上げるか、まあ、これからまだマスコミわからないんですけど、大物なんでもう引いちゃってる部分があるんで、というところです。わかりました。だから、まあ、院長、青木院長の方からも片岡さんに、じゃあ今後どういうふうに対応した方がいいのか、これからドラッグロックも暴かれますので、そんな時虐待した病院の内科医が高根沢中央病院にいたら問題になるじゃないですか。結局就寝前に飲ませる薬を午後3時に飲ませてたんですよ。考えられないですよね。まあ、その辺の成り行きはちょっと私よくわからないのであれですけど、分かりました。そういうふうな話があるっていうことですね。はい、はい、でよろしいですか。じゃあ、理事長として非常勤で今週に出勤されてる片岡さんということでよろしいですね。そうですね、はい、分かりました、はい、じゃあすいません、またお手数かけるかもしれませんがよろしくお願いします。すいません、また質問しますが、片岡隆さんって茂木の森横田町の施設長の、はい、の方ですよね。と言っていただければ分かるんですが、ぜひお会いしたいんでと。新聞、新聞じゃないです。茂木の森横田町の、被害者家族のものですよ。はい、あ、今お風呂入っちゃってるんですか。あ、そうですか。じゃあお待ちしてますんで、お会いしたいと、いうことをお伝えいただいて。お名前は？と申します。ちょっと待ってください。はい。あ、どのくらい待てばいいですかね。今入ったばっかりなんで、はい、20分までは かかんないと思いますが、あれ、奥さんも介護関係者の方ですよね。看護師さん、看護師さん、看護師の資格を持ってますけど、ね、ですよね、持ってますが、茂木の森横田町の介護事件事故のことって気になってます、奥さん。いや、私は聞いてません、ね、あ、そうなんですか、ええ、あ、いや、看護師さんってことをお聞きしてたんで、ええ、持ってますよ。介護事件聞いてないですか、旦那さんから介護虐待を行ったという。介護虐待、はい、それ聞いてませんよ。もう仕事上のは聞いてませんけど。これで救急車が来なかったんですよ。で、障害者にされて、片岡隆さん、うちの主人が殴ったんですか。片岡隆さんが施設長じゃないですか。あ、そうですけど、で、救急車も呼ばないで介護施設から追い出しかけたんですよ。聞いてないんですか。仕事上は家ではしない。いや、すごいですね。で、関係者、ちょっと宇都宮の関係者聞いたら、奥さんは看護師さん、かなんかで、結局系列にその施設も持ってるような病院のところのっていうのをちょっとお聞きしてたんで。あ、そうなんですか。結構業界狭いじゃないですか。ええー。だから奥さんが多分こういうの知ってれば
まあ普通わかるでしょと、旦那さんがやってることでもというのは思ってたんですけど。あ、職員の方がされたんですか。施設長で高根沢中病病院の理事長でもあるじゃないですか。だから主人が殴ったんですか。介護施設の責任者として救急車も呼ばなかったんですよ。で緊急対応してないんですよ。病院、まあ、介護施設もですけど、緊急対応でマニュアルがあって、何かあったら、もしその時にいなかったら、あ、救急車呼んでどう対応するって、全部マニュアルがあるじゃないですか、一切無視されたんですよ。あ、そうなんですね。で、その介護被害者を数年後に弁護士立てて追い出しかけたんですよ。で、それが今、介護人権問題になってます。まあ、流れてますけど、患者様に。これも訴えられない状態ですけど。うん、だからそれを言って何が、何もなりません。ならないですよね。なりません。うん、じゃあこれは問題ないじゃないですか。だから、患者様が、患者様、私は何も言えません。立場上っていうか関係ないので。関係なくないですよね。だってでも私は、奥さんです。でも主人とほら仕事は別ですから。だって、今賠償求められてるの知ってますよね。賠償求められてるの聞いてます。だから仕事上は一切家には持ち込まないので分かりません。ただそれは分かりますけど、こちらとしては別に家族も一緒ですから。でもまるっきり別だと思いますよ。それはそちら側の判断、こちらは違うんで。でもそれは主人に訴えてるだけで私は関係ありません。だからそれはあなたが言ってるだけ。そうで、いいんじゃないですか。だから、ただあなたの旦那さんが、そうですね、だから主人に言ってください。私殺人未遂行為を行ったってことですよ。3階にいた人間が暗証番号を押さなくちゃいけないところが空いてて、1階で血だらけになってぶっ倒れて、大腿骨骨折で障害者にされてるんですよ。その人間を介護施設から追い出すことできるんですか。人間がそれを行ったんですよ。この方片岡氏が、それも高根沢中央病院アルバイト中に。で、今日裁判所からの帰りです。あ、そうなんですか。はい、じゃあちょっと待ってください。はい、私にはもう関係ありませんので。いいんじゃないですか、あなたは。私はほら仕事上はまるっきり関係ないので。いいですね、はい、夫婦は別姓なので。夫婦別姓なの。別姓です。何、片岡って名前じゃないんだ。はい。